目263目263は、ドイツの第二次世界大戦末期のロケット戦闘機で、ある。目 163D もしくは、1248とも称した。ロケット戦闘機として、著名な目163コメートの改良型である。ソリ式だった、降着装置は、全車輪式の油圧引っ込め足が装備され、胴体も、新円断面構造に変更されている。 主翼や尾翼は目163バイトと同一である。燃料は過酸化水素水が1580リットル、水化ヒドラジンが830リットルと増加し、航続時間も15分と延長された。目163は C 型に続いて D 型の開発が進められたが、リピッシュ技師とメッサーシュミット博士の不仲から開発続行が困難になり、一時、 ユンカース社に制作が移され、1248の名のもとに試作が続行された。主エンジンとして、HWK109-509C-1 を搭載した、原型機1機が1944年8月、完成したが、量産型の生産は再び、メッサーシュミット社に移され、これが、目263と3た名前が変えられたが、 生産型の目 263A は一機も引き渡されないうちに廃線となった。メッサーシュミット目263目 263V、1992年のアメリカ映画、ASS、大空の誓いには、メッサーシュミット263という名称の戦闘機が登場するが、用いられている機体は、スケルドコンポジッツ社がアメリカ軍の進めた LC バのデモンストレーション用。 試作機であり、実際にドイツで開発されていた ME263 とは全く異なる機体である。ありがとうございます。